から、何歳ですか？ 3 歳、4歳。うん、3歳、4歳前。4歳前、3歳。3歳か4歳のセットいきますね。で、お団子ね、結構したい方があると思うので、で、毛が落ちてこない、ムースかワックスを手のひらに伸ばしてもらって、こういうところの毛が落ちるんですよね。そう。ですよね。で、そういうところに最初につけるんです、こういうところ。ね。つけつつ、手ぐしで、後ろに持っていきます。こういうことですね。まあ、3歳ぐらいだと毛がね、すぐ落ちやすいのはもう、間違いないですね。うん。ですけど、まあ、まとめたい時もありますので、手ぐしでしてください。で、まず先ほどのお姉ちゃんと同様なんですけど、本人の位置です。後頭部ですね。後頭部付近で振ります。いや、おじごも。おじごも入ります。で、ここで、これポイントです。しっかりここは固めにくぐってください。ここ固めにくぐっとかんと、もう緩む一方なんで、ここが締まるんですよね。ですね。で、3回か4回通した後に、よくあるこの輪っか状に、これするんですね、これ。これ見えます？映ってます？ほんで、こういう下のとこがもう落ちやすいので、最初のうちにちょっとだけスプレー、ハードスプレーをかけといてもらったらより持ちますので。で、3歳の子供さんなんで、あんまりほぐさずに、ここだけ、このお団子のとこだけちょっと引っ張っといて、まあ、引っ張ることでここはちょっと締まりますので、からのこの毛先ですを一周させます。一周させます。もう一周でもいいですよ。からのこのお団子のとこを潰しながらのおじびで、ここでピンが入りますね。で、これポイントで、さっき毛先の方をぐるっとしてるんで、ゴム隠しになってるんですよね。ね、お母さん。うん。で、からのお団子のとこもしっかり止まるという、こういうシンプルなお団子。可愛くないですか？ここがポイント、うん、ここがポイントなの。毛先はね、ちょっと明るいので、あの綺麗ですし、ゴム隠しも。あいうわね、あなた。あなた。かわいいわね。っていう感じね。いいですか？取れました？いい感じですか？動くであった。ああ、大丈夫ですよ。はい。じっと、じっとついて。じ。じ。